のなでしこリーグ2部、おとといの最終戦は岡山ダービーでした。8位の岡山イノゴーベルト、9位の FC 吉備国際大学シャレム、負けた方が入れ替え戦に回る一戦は熾烈な戦いとなりました。残留だけすればあとまた一部へ向かって来季楽しみになりますんで、勝って残留を決めます。引き分けはなく、もう負けもなく、1点差でも勝つ。応援してます。引き分け以上で残留が決まるユノゴーベル、一方の吉備国大シャルムは勝たないとチャレンジリーグとの入れ替え戦が決まります。負けられない両チームの一戦、先手を取ったのは吉備国大シャルムでした。前半20分、コーナーキックのチャンスから最後は8番マッカーシーが頭で押し込み先制点を挙げます。追いつきたユノゴーベルは前半39分、左サイドからのクロスに25番吉備国大の OG 花本が合わせて同点ゴール。試合を振り出しに戻します。後半は両チームとも得点を奪えず、試合は1対1の引き分け。この結果、吉備国大シャルムは来月行われる下位リーグとの入れ替え戦が決定。1年での一部昇格を目指しながら苦しいシーズンを戦ったイノゴーベルは最終戦でなんとか残留を決めました。これでホッとしたっていう、まあ、ホイッスルになった時はそんな気持ちでした。言い訳の聞かない、シーズンにして、今年よりは絶対にいい結果を岡山に持ってきたいと思っています。